武装共産党とは、戦前の非合法政党時代の日本共産党史において、特に1929年7月から翌1930年7月までの間、武装闘争方針が取られていた時期の共産党を指す、通称、俗称である。中央委員は、田中清春、佐野博史、全能全四郎。4.16事件後。 第二次共産党の幹部が根こそぎ逮捕されてしまったため、1929年7月、田中清春が23歳の若さで、日本共産党の中央委員長になる。そして、佐野博全能全志郎らと党の再建運動にあたることになる。翌1930年5月に、田中が逮捕されるまで、彼らが指導した時代の共産党は、武装共産党と呼ばれる。 モスクワのコミンテルンの指示に基づき、党員に武装して、公然活動し、場合によっては、警官を殺傷することも実ナと命じていたからである。その結果、数々の関係との衝突事件を起こし、1930年5月には、武装命令事件を起こす。1929年の4.16事件により、3.15。 事件で検挙を免れていた日本共産党の地下党員が多数検挙、起訴され、特に佐野学鍋山貞地下、三田村史郎、市川昭一ら、1926年が遺産回党大会で党が再建されて、以来の経験豊かな幹部のほとんどが弾圧により、極中に奪われることになった。このため1929年7月には学生出身の田中清春が、 中央委員長に選ばれ、佐野博士、全能全ロ郎らと共に、党組織の再建に当たることとなった。棚からは、日本共産党技術部を作ることに決め、また早急に、コミンテルンとの連絡を回復しようと努力し、佐野の覚えていた、上海のアドレスに手紙を送った。返書が来たものの彼らはこれを、怪しいと睨んでおり、実際返事をしたのは、警視庁の特攻であったとされる。 棚からはついにコミンテルンと連絡を取れぬまま活動を続ける決意をしなければならなかったが、それはまず活動資金を自らの手で獲得しなければならぬことを意味した。すなわちテクが活動を開始し、まずは文化人と学生から半年間で1万円以上の寒波を集めた。この時共産党に寄付した人物の中には山田森太郎、三木清 川上はじめ、林房さを、大谷総一がおり、当時、左派の代表であった共産党に寄付をする文化人は少なくなかった。党中央部は、当局の厳しい監視の目をくぐって、各地を点々と逃げ回りながら、それでもついに、ソ連大使館を通じてコミンテルンとの連絡を回復した。この結果、1930年には、クートベなどへの留学生が次々に帰国し、 日本からもプロフィンテルン第5回大会に今野四ジローラを送り出した。1930年1月、サノラは若浦近くの別荘で拡大中央委員会を開き、警察当局による白色テロに対抗するための党の武装化、すなわち武装して自衛しながら大衆の前で公然活動するという方針を採択した。この方針はコミンテルン第6回大会における 合法無三という概論や社会ファシズム論に影響され革命地下史という誤った情勢判断に基づいて採択された大衆運動を軽視する極左的冒険戦術であった。これにより合法左翼組織の存在は否定されて非合法組織である共産党及びその系列団体に吸収されることとなり、例えば当時最大の学生運動団体であった。 新人会も戦闘的解体と称して非合法の日本共産青年同盟に吸収された。共産党は第二回付戦を目指してビラ巻き活動を行ったが、しばしばピストルなどの武器使用による警察官の死亡障害事件が起こっている。2月には関西の組織が摘発されたが、別荘に潜んでいた佐野と田中は前発闘争して、審波を伝って東京に戻った。 ここでも、中本隆子、片岡哲平、広津和夫、生田俊月、横光利一、近藤孝、大谷総一、宇都宮徳馬などの審判が彼らをかくまっている。4月、佐野がピストルを発射したため逮捕されて、田中一人が幹部として残った。共産党の方針に基づき、同党の支持組織である、日本労働組合全国協議会は労働争議、デモ行進における、 武装を実行し、1930年4月には、東京自電葬儀での武装行動、同年5月1日には、川崎武装命令事件を起こしたが、労働者の支持を得ることができず、逆に大衆からの反発を買う結果となった。このような事態を有料した全教の活動家の神山、茂雄、佐藤周一らは6月に全教刷新同盟を、結成、共産党から押し付けられた。 極左路線を拒否するなど、全境内部での分派闘争が激化した。同時期、極中にあった3.15、4.16両事件の被告の中から、コミンテルンの方針押し付けとそれに対する猛獣から、脱却して、共産党は一旦回答してで直すべきだとするグループが出現した。このグループは、水野茂雄が百二十九年五月、獄中で出した意見書、 日本共産党脱党に際して、党員諸君に、お短所に形成され、浅野明、角谷博南紀一、田中美之男、河井悦蔵、これ枝教授ら福本イズムの影響を受けていた、幹部たちが結集した。1930年に保釈された彼らは、同年6月頃、日本共産党労働者派を結成してコミンテルンとの、関係断絶と君主制廃止スローガンの放棄を、 掲げた。棚からは、回答派の結成を反動行為とみなし彼らの除名を決議した。しかし、武装共産党の冒険的活動法人は、長続きするはずもなく、1930年7月、田中委員長が検挙されたことで、党中央部は再び壊滅した。また8月のプロフィンテルン第5回大会決議で、共産党の武装法人は厳しく批判された。 これ以後、共産党は非常時共産党時代へと移行し、党中央と組織の再建は、モスクワ帰りの活動家たちに委ねられることになった。日本共産党行動隊は、共産党が街頭宣伝をする際、当局の取り締まりを阻止するために編成した防衛部隊である。1930年1月の拡大中央委員会で決定された。 三人一組で一つの単位をなし、二人が行動し一人が見張り役をした。警察官などに見つかったら殺傷するものとされ、各地で警察官殺傷事件が多発した。その武器は日本共産党技術部が調達した。武器は、ピストル、担当、ナイフ、鉄棒、棍棒、竹槍、仕込み刀、ヤスリ、目開イ、などであった。 田中清晴によると、機関銃もあり、拳銃はコミンテルン極東ビューロー経由で密輸した、コルト、ロイヤル、モーゼルなど、100兆以上あったという。ありがとうございます。